先生、明けましておめでとうございます。先生、今年もよろしくお願いします。はい、アロナ先輩とゆっくり年越しを過ごしました。先輩と二人で過ごす年越しは初めてなので、賑やかでとっても楽しかったです。私もプラナちゃんと二人でとっても楽しかったですし、嬉しかったです。はい、年越しそばもおせちも食べましたし、お雑煮も美味しかったです。しょっぱいものが続くので甘いものも間に食べました。アイスとか。あ、おせちもいいけどカレーもいいですね。明日はカレーにしましょう、プラナちゃん。二人ともどうしましたか？アロナ先輩、嬉しかったのは私と一緒だったからではなく、ごちそうがいっぱいだったからじゃないですか？え？違いますよ。確かに年の初めからお腹もいっぱいで幸せですが、何より一人ぼっちじゃなくプラナちゃんと二人で年越しを過ごせたのが本当に嬉しかったです。アロナ先輩、それに年末だけじゃなく、去年は私一人で先生に年始の挨拶をさせていただきましたが、今年はプラナちゃんも一緒で賑やかでとっても嬉しいです。今年は去年よりもっと縁起のいい一年になると思いますので、先生、私とプラナちゃんと一緒に今年も一年頑張りましょうね。私もアロナ先輩と一緒にお手伝い精一杯頑張ります。では改めて、先生、今年もよろしくお願いします。